山岡第二11月6日から1991年11月1日は東京都出身の日本の海軍軍人海上自衛官。最終階級は海軍少佐海将補。内務官僚山岡国都市の次男として東京で生まれる。鹿児島市中を経て1936年3月海軍兵学校を卒業、遠洋航海終了後、戦艦。 霧島乗組となる。翌年4月、海軍将尉に任官し1937年8月、新造の駆逐艦、両風乗組となり、以後、以後第57潜水艦、ロゴ第34潜水艦乗り組み、1938年8月、クレチンジュフ第4特別陸戦隊付となる。同年12月、従順洋艦、三熊乗組となり、従順洋艦、 地区水雷亭ハと乗組を経て、1940年10月、駆逐艦、霞法術長となり太平洋戦争を迎えた。1942年4月、重巡洋艦、最上分隊長となり、高尾分隊長を経て、1943年11月から、海軍法術学校高等科で学び、1944年3月、 クレチンジュフ第101特別陸戦隊司令となり、同年5月、海軍少佐に進級。部隊は、特殊任務を帯び、立山海軍法術学校で訓練を続けたが、出撃することなく、三沢基地で終戦を迎えた。1945年9月、横須賀チンジュフ付ケを経て、同年11月、予備役に編入された。戦後は、保安庁警備隊を経て、 海上自衛隊に入隊、佐世保地報復総監を最後に体感した。ありがとうございます。